界は俺だ。完全に霊槽をまとっていない今しか封印の機会はない。俺が逃げたら街がめちゃくちゃになる。もう折り紙にそんなことはさせない。払いなさいシロー。ユクトフォリュ、これからフラクシナスの手法で3秒だけ折り紙の霊力障壁を破る。その間に折り紙に近づいて封印を。外に逃げろ。思えばいらないものまで上手くなる言い訳と妙なプライド。自分を棚に上げて人のことはあんだこうだ。言うつもりもないけど無機質に回る天卓。頑張るってなんだ。始めましょう。何なんですの、あなたは。ガッピエル、ガレット。あら、もう打ち止めかしら。もう少し本気を出してくれてもいいのよ。そのことは後悔させて差し上げますわ。ガッピエル。
って譲る超可愛いじゃん。愛想はないけど従順だし、胸大きいし、妄想が形になったような超絶ボーイからじゃん。多少強がりなところはありますが、一途ですし、触れれば折れそうな華奢な体を抱きしめた時の快感はもう天国としか形容できません。でも、そうしたらお前は…うん、当然消えちゃうわね。だったらなんで？そりゃあ私だって消えたくはないけどさ。でもそれ以上に私はゆずるに生きてほしいの。願望、かぐやには生きてほしいのです。もっといろんなものを見てこの世を楽しんでほしいのです。かぐやこそ真の病にふさわしい精霊なのですから。そんな、なんでこんな。私は霊力の結晶体、封印を施せば消えるのは道理でしょ。封印でも、お前は俺と出会ったばかりじゃ封印なんてできないはず。バーカ、私はみんなの霊力から生まれたんだよ。あんたのこと嫌いなわけないじゃん。生まれた時から愛してた。何もかも壊れた世界ではゲロわかる。